スーパー2000は国際自動車連盟が定めた競技車両規定の一つ。グループ A の発展でラリーとツーリングカーレースに用いられた。2011年 SWRC に参戦するフォードフィエスタ S2000-2013 年 WTCC チャンピオンマシンのシボレークルーズ 1.6T1990 年代のラリーツーリングカーレースのメイン規定であった。 グループ A は、改造範囲が狭く、ベースとして高価かつ高性能な市販車が要求される、ため、参戦可能な自動車メーカーが限られていた。そこで2000年に、FIA が施行した、スーパー2000では、量産車をベースに2.0リッターまでの、自然吸気エンジンへの換装、駆動形式の変更、軽量化、エアロキットの追加などの競技用改造を認める、一方、 セミ AT やアクティブデフなどの電子制御デバイスを禁止し FIA 公認コンポーネントを使用して車両コストを一定水準に抑えることを念頭に作成された。これにより低コストでベース車両からの大規模な改造が可能になりメーカーの参入障壁が大幅に下がった。なお同様の企画にディーゼル車のディーゼル2000 最大 1640cc の自然吸気エンジン、全輪駆動のスーパー1600も存在し、前車は WTCC、後車は JWRC で主に使用されていた。世界ラリー選手権では2007年からプロダクションカー世界ラリー選手権への参戦が認められると、多くのメーカーが参入し、既存のグループ N をしのぐ戦闘力を見せた。 また2011年以降のワールドラリーカー規定の更新をめぐり、コストや性能を抑制するため、スーパー2000をベースにする案が推進され、最終的に 1600cc 直噴ターボを搭載する新 WR カー規定が誕生した。2010年には純粋なスーパー2000のみで争われる S2000 世界ラリー選手権も誕生するなどして一時代を築いた。 しかし2013年をもって、ラリーにおけるスーパー2000は1.6リッターターボのグループ R5 へに置き換わることになり、当年に SWRC は w r c にへと発展解消した。WR カーも2017年以降は改造範囲を広げ、スーパー2000からかけ離れたものとなった。以降もスーパー2000の WRC、 WRC にへの参戦自体は可能であったが、実際に用いているエントラントはほぼ存在せず、2019年の規則からスーパー2000は削除された。一方で、南アフリカなどの地域選手権では以前としてメインに使用されているところもある。ツーリングカーレースでは、イギリスツーリングカー選手権や、 ヨーロッパツーリングカー選手権で用いられ、一特区が発展した世界ツーリングカー選手権でも2005年の誕生時からスーパー2000はメイン規定として扱われた。2014年以降に施行された改造範囲の広い TC1 規定もスーパー2000の特例という扱いであったが、2017年末をもって WTCC 自体が消滅し、 DCR 規定にとって変わられた。ラリーカーとツーリングカーと、でそれぞれ個別のレギュレーションが存在し、規則上ラリー版は S2000 ラリーと呼んで区別する。さらに2011年より、世界ツーリングカー選手権及び、世界ラリー選手権の最高クラスで使用する1.6リットル直噴ターボエンジン車両に、対するレギュレーションが追加された。 フィアットグランデプントアバルト BMW320C ありがとうございます。